僕はいいあなた、ずっと名前呼ばれていますよジーザスコーリングユー皆さん、元気ですか元気時刻は午後6時を回りましたお届けしている曲はサムエルのイエス様がいれば大丈夫です皆さん、こんにちは ギノワン聖書教会プレゼンツジーザスコーリングユー第二百二十一回目の放送ですこの番組は身も心も疲れてしまっているあなた生きていく気力がなくなってしまったあなたなぜ生まれてきたのかが全くわからないあなたとても急いで助けを求めているあなたそんなあなたのための番組です三十分間どうぞお付き合いください はじめにギノアン聖書教会キムトンヨー牧師をご紹介しますキム先生は韓国は広州にある教会の牧師のご子息として成長されましたある日日本で宣教をしなさいという命令が神様から下ったそうですこの命令に従順されて1994年に来日されました1998年からは沖縄に移られてギノアン聖書教会の牧師として神様からのメッセージを語り続けておられます では自己紹介をお願いいたしますはいこんばんはキノワン聖書教会の牧師であるキムです今日もよろしくお願いしますありがとうございますそして本日もミキシングと進行は私 <laughs> FM ギノワンのできる男キャンがお届けしてまいりますさて本日のテーマですがアラノの預言者とタイトルしましたあなた ずっと名前呼ばれてますよ。ギノワン聖書協会プレゼンツ。ジーザス・コーリング言さて本日の聖書箇所を朗読してまいりたいと思います。本日の、えー、朗読箇所は列王記第一ので十六章三十一節から十七章一、えー、節までを朗読してまいります。 彼にとっては、ネバテの子、ヤロブアムの罪のうちを歩むことは軽いことであった。それどころか彼は、シドン人の王、エテバールの娘、イゼベルを妻とし、行って、バールに仕え、それを拝んだ。さらに彼は、サマリアに建てたバールの神殿に、 バアハブはアシェラ像も作ったこうしてアハブは彼以前のイスラエルのすべての王たちにもましてますますイスラエルの神主の怒りを引き,起こすことに引き起こすようなことを行った彼の時代にベテル人ヒエルがエリコを再建した彼はその礎を据えた時長子 アビラムを失い門をたたた時末の子セグブを失ったヌンの子ヨシュアを通して語られた主の言葉の通りであったギル,ギルアデの住民であるティ,ティシュベジンのエリアはアハブに行ったわし私が仕えているイスラエルの神主は生きておられ 私の言葉によるものでなければここ数年の間梅雨も降りず雨も降らない,らないでは君先生お願いいたしますはいこんばんは、えー、今日はあの第一列を聞いて出ているエリアという預言者の話をしたいと思います宮約にはたくさんの預言者たちがいますが特にエリアはたくさんのドラマチックな事件 ままた神の宮を行われていますその中で今日の御言葉を見ますとその素晴らしいたくさんの奇跡を行ったそのエリアの紹介はとっても短い紹介であることを気づきます。また今日もう本当に一節のわずかなところの紹介ですけどその前にたくさん読んだのは「 イスラエルがどのぐらい堕ラして神に逆らっているかを見ましたこれは神様をわざっと無視するように老骨的に無視することであり。神より私は異オの神々に使えるということを見ることができます。ところが神様はさっき言ったようにキルアデの住民であるティベシジンエリアを という紹介します旧約聖書を言いますと誰かを紹介する新約聖書でもよくありますけど「誰々の子」「誰々の誰々による子」とかいろいろ記図が載って紹介されますがエリアはもう名前を聞いても「えど誰どこから来たの?」とかみんなもう本当に初耳のような存在である。 ところが神様はそのイスラエルのためにティベシ人である簡単に研究することによって誰も知らないが神様はそのエリアをアーブの前に立たせる送るために準備しておられるということです支援の23ペの御言葉を通して神様はご自分の民を救う働きに集中し 主の皆のためにイスラエルを木の道に導かれると語ります。イスラエル民はアーボ王の時代、もうパールにアゼラにいろいろな空女座に夢中になって生きておられる神様、創造主の神様、エジプトから導いてくださったその神様を捨てて、もう無視していたという。 ところが神様はイスラエルの民を救うためにひ人りの預言者をアラノで育て準備してそのエリアをアーブのところに送るということです。神様は今もアラノで神の人を静かに育てます。 私たちはやっぱり著名人が来て何かをすると人がわーっと集まってすごいすごいという騒ぐのをよく見ることができます。ですから何かをするためには有名な人、もしや本当に素晴らしくて評判が良い人とかいろいろな人を集めようとします。確かに旧約聖書も盲星をはじめイジャイア・タニエルのように よく教育を受けて、準備されて、整えれた賃貸。新薬では、パオルのような賃貸がぼちられるやっぱりそうだよと思う時もあります。ところが、パオルは、兄弟たち、自分たちのメシのことを考えてごらんなさい。人間的に見れば、知者は多くはなく、力あるものも多くはなく、自分の高いものも、 身分の高いも,のも多くありませんしかし神は知恵あるものを恥じらせるためにこの世の愚かなものを選び強いものを恥じらせるためにこの世の弱いものを選ばれたと語ります。 もう誰が見てもあの人は無理でしょうあの人はできないでしょうというそのような弱い人を神様は選んで傲慢な人を本当に自分に頼っている人を恥ずかしめるということです私たちは神に用いられ本当に主のために使えることを願います 神様はそのためにエリアを準備し、パウロを準備します。ここで私たちは覚えることは、神様はご自分のための不愛をほっとく方ではないということです。放置することができないということです。神様は指導者を育てるために、無名の人を静かに育てるということです。 さっきモーセの話をしましたが、モーセはエジプトで40年間素晴らしい教育を受け準備されました。しかしアラノで40年間静かに神様の訓練を受け、イスラエル民をエジプトに導きました。神様の救いの道は、このエリアを通して示されるということです。 私の使えているイスラエルの神主は生きておられるとエリアは強く言っています。私の言葉によるでなければというしながら雨が降らない。何かおかしい情、私の言葉によるでなければという。非常に高慢な言葉によるように聞こえる。そのような宣言を何で神の御言葉じゃなくて私の言葉で宣言する。おかしいと。 聞こえるかもし,れませんしかし無名にのそのエリアは私も神に仕えているのに神の立法を持って神の訓練を受けて訓戒を聞いているそのパールに何で神様に従わないのかという叱っているということです私のような田舎者でもことの神に仕えているのになんであなたは 真の神、創造の主の神を覚えて、神に意贄を捧げるべきなのに、空条素愛をしているのかと叱っているということです。神明家の4章では、あなたがホレプであなたの神、主の前に立った日に、主は私に言われた。神の前に立つ時、主は私に言われる。その エリアは私は神の前に立っているということです。また、ルカの福音書ションと一緒で私は神の御前に立つカブリルです。あなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるクリスマスの言葉です。エリアが私の使えているイスラエルの神という表現をするのはアブは誰の前に今立っているのかと確認する、とっている。 もうあなたは今どこに立てるのと叫んでいるということです。詠理は生きておられる神を強調するために主は生きておられる主は今も生きておられ今もあなたを見ているんだよという。彼らは神様を捨てて空条が私の神でいる空条の前に仕えている。それで中七章で先ほど言ったように。 私の言葉によるのでなければここ数年の間は梅雨も降りず雨も降らないとっても厳しいです雨が数年間降らないということはもう生きる規模がないような本当に大変なことですところがこのような大変な宣言を私の言葉によるのでなければという巧妙に聞こえないでしょうか ところが自分が何かを力を持っているかのように自分を誇るために語るのでありません。私は今神の前に立っているということを確信を持って神様の代弁者として神様がそう語っているよということを強く訴えているということです。18章の36節のところで 私の言葉によらなければというそのエリアの言葉についてまたカルメさんであなたの言葉によって私がこれら全てのことを行ったということが今日は明らかになりますように祈っています。主は生きておられるそれはエリアがよく言う標語的な主と共に一致していることを確認する言葉であるということです。 これはパールに使えるイスラエルを裁く側面もあります。あなたたちは今何やってるんだ神様に使えるべきじゃないのか神に従うべきじゃないのかという警告の言葉であり、裁きの言葉である。パールは何もできない、その無力を訴えているということです。エリアが紹介される今日の本文を理解するためには、 16章の14節で彼に地代という今今日の見事を言いすとアブはもうイゼベルと結婚しイオの神を神殿を建てますそれを町の中心に建てますイスラエルの神を無視する事件でありまたもう一つは大きな建物を自分を自慢するために建てるそれはイスラエルの神が ランチから出て出席して金地に入るとき一番最初壊したエリコを立て直すということですところがそのヌンノコヨシュアはそのように語りますヌンノコヨシュアの通して語れた主の言葉の通りであったそれは呪いの言葉をかけたそのエリコを再建するということで 長男も末子も失う大変な事件が起こったということです。ところがこの呪いの実現でエリアの雨が降らない宣言と結ばれています。ヌンノコヨシュアが昔話したことが今そのエリコと再建の時起こったこと。それは神の約束が長寿されたことです。このように神の前に立っているエリアはこれを忘れてはいけないんだ。 神様は今私の言葉をとして宣言するその宣言を守ってくださり成し遂げるということですそれで神様は私の神であるということです私の神皆さん神様が皆さんの神であるんでしょうか創造主の神様が私の神でしょうかエリアのように確信を持って 神の救いを体験して、私の救いのして、確信して告白しているんでしょうか。救いにしな神様を告白して、その確認の上で、私たちは歩むことです。また、神様は私たちに一つを帯びることは、私たちが主の力を求めて、切に祈る時もあります。ところが主が与えてくださる応答は、 私の願いと期待と違う時があるということです。確かに私たちは祈る時「神様このようにしてください」として私の思う通りに私が祈った通りに応答してくださって答えてくだされば私たちは一番分かりやすいし「アーメン感謝します」そのように答えるでしょう。 祈りに落としてくださることで危機の瞬間が来るとこでも私たちはその祈りに信頼を置く必要があるということです神様はその雨が降らない意味を全て説明しませんそれを通して教え、辿らせ勝利するなどのことは信仰の珍しの救いの過程であります神様は全てを詳しく説明しません 私たちはそれを覚えて歩みたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました、えー。本日のお話を聞いての感想なんですけど、やっぱり偶像崇拝ダメなんですね。これ結構知らない方多いと思うんですけど、あのよくキリスト教って十字架とかそういった。あのまあ、イエスキリストをまあ、肖像画とかマリア様とかありますけど、あのこの世の絶対的な。 あの主である神に関しては偶像を行ってはいけないっていうのをあの意外と知らない方すごく多いと思うんですよ。なので今回改めてそういった話に触れるっていうのがまた新鮮でよりまた多くの方にあのこのことが伝わってまた興味を持っていただけたらなと思いながら今日のお話を聞いてました。 ではキム先生リスナーの皆様のためのお祈りをお願いいたしますはいお祈りしましょう恵み会天皇お父様今日はエリアの話を共に分かち合いましたエリアは誰が聞いてもわからないような本当に無名の人でしたしかし神様の前に立って神に直して主の御言葉に従って歩む預言者でした その預言者は、罪に満ちあおれているアーブの王の時代に、アーブの前に出ていく預言者です。主よどうか私たちが、主の御言とと共に歩みますように、主と共に歩みますように、神の前に立つことができますように、本当に罪に満ちあおれているアーブの前に立つことができますように、そこで大胆に、

24時間日三三にご相談を三国株式会社ギ宜野湾ヒルズ通り究デイ語通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。真心込めて、誠心誠意提案してくれました。大切な人をしのぶ場所、お墓。二十四時間、三百六十五日、三国にご相談を。零一二零三九二七五六。三国株式会社。あなた。ずっと、名前、呼ばれてますよ。 ギノワン聖書教会プレゼンツジーザスコーリングユージーザスコーリングユーお別れの時間が近づいてまいりました今日の聖書箇所についてもっと知りたいと思った方はよろしければお電話をくださるか直接教会をお尋ねください毎週日曜日の朝10時半からは礼拝毎週水曜日の午後7時40分からは祈り会を開催しています どなたでも関係いたします。また、今日食べるものがない、夜寝るところがないなどで困っている方も遠慮なくすぐにお電話ください。電話番号は098-890-1350です。私たちはあなたのお役に立ちたいと思っています。また、教会では毎週火曜日と木曜日の午後3時から主に宜野湾市内の小学生を対象とした ハレリアアカデミーという名前の子供の居場所づくりもしています希望者には夕食も準備しています関心のある方はお気軽にお問い合わせください以上すべてのお問い合わせご連絡は098-890-1350 098-890-1350イノワン選手協会までお願いいたします ギノワン聖書教会プレゼンツジーザスコーリングユーお別れの時間です今流れているエンディングは宝刀息子というタイトルでキム先生の息子サムエルが作り歌っています私たちが今どんなにボロボロな状態ここまで悪いことをしてきた自分は今さら教会なんか行けないだって神様には特に見放されているはずだからと思っていても 神様はあなたに向かってずっと両手を広げてあなたが帰ってくるのを待ってるんだよという曲ですこの番組はあなたのエンドライフにもっと寄り添いたいミクニグループの提供でお送りいたしましたメッセンジャーはギノワン選手協会キムトンを牧師そしてミキサーと進行は私 FM ギノワンのできる男キャンがお届けしてまいりましたまた来週水曜日の午後6時にお会いいたしましょう では最後にヘブライ語で神様の臨在を意味する言葉シェキナーでお別れしますシェキナーシェキナー きました「痛いさに気づきました」痛した「痛いさに気づきました」